でもちょっとね、だいぶ歩いてきたんですけど、まだ3分の1あるかないかぐらいですね。画像ではちょっとね、映像ではちょっとお伝えできないところもあるんですけど、まあ、なんか職質されてもおかしくないんですけどね。マリさん来るかな。はい、というわけで始まります。時刻はね、夜の12時過ぎたぐらいなんですけど、なんでここに、なんで歩いてんだということなんですけど、今ね、地元にいます。中島です。なんとです車がね、パンクして動かないってなって、でちょっとね、岡山に行かないといけないことがありまして、歩いてね、今から行こうかなと、友達を頼れと、いろんなあると思うんですけど、やっぱりこういうご時世ですから、歩いて岡山に行かないといけないことがありまして行こうかなと。本当に車がパンクしました。石にね、石、大きな石がね、道路にあって、それがタイヤに刺さって、でレッカーされてと。まあなんかタクシー使えるんですけど、まあもう歩いていこうかなと、健康のために。あとどれぐらいかかるのかということで、ちょっとね行こうかなと思います。とんでもない旅になりそうです。まあ雨降ってないんでいいんですけどね。よし、あれが最終列車かな。もう10分ぐらい早かったらあれ乗って帰れたのにな。はい、フジパンのね、工場です。まあこの辺ね、木村屋とかね、パン工場がね多いですよね。中小ずっと昔からねあります。はい、というわけで中小駅到着しました。何時だろう、0時45分。最悪なことに雨が降ってきました。ちょっと予想してなかったことが、起きつつあります。まだ小雨なんですけど、
ちょっと大丈夫かな。まあでもちょっとね、だいぶ歩いてきたんですけど、まだ3分の1あるかないかぐらいですね。まあこれ充電がちょっとね持つかどうかわからないんですけど、まだいけますね。はい、まだねご飯食べてないんですよね、夜ご飯。車止まったのが、まあ、9時ぐらいで、まあ、どうしようどうしようってなって、まあそうだ、あのロードサービスがあるわと、まあ、混乱した中ね、保険会社のあれで行ったんですけどね。まあだこだしてるうちに、12時が来て、今歩いてるわけですけど、またちょっと雨が強くなってきました。まあ予想外のね展開でね、まあせっかくだったら歩いていこうかなみたいなで始めたんですけど、はい、というわけで山港まで来ました。この先を越えるとようやく岡山市ということで、でもまだまだ道は長いということで、まあちょっとねエナジードリンク飲みながら進んでいくわけですけどね、もう雨やばいですね。まあ、傘変えようっていうんですけど、ちょっと経費削減で。いやまあね、こういうことになるとは思わなかったですね。まあでもね、もうちょっとでね、チャンネル登録者数、2万。いやーまあね、それまでの道なりが今のような、感じでした。まあね、豪雨災害でだいぶ変わりましたからね、スピチューブも。だいぶ行きましたね、雨の中。ということでまだ続きます。はい、岡山市入りました。岡山市北区かな、来ました。ブックメイトね、はい、まあ、こういう大人のお店があったりとかするんですけど、結構ねいいところにまで来ました。すばきそばかな、あともうちょっと先行ったら錦があったりするとこまで来ました。ちょっとね岡山市内に、市内というか中心部にね近づくにつれて、なんかテンションがね上がってきました。最初はねめちゃめちゃテンション低かったんですけど、まさにチャンネル登録者数が増えると同じような感じでテンションが上がっていくということで、まあ、数がね全てじゃないんですけど、まあ数 is プレッシャーですけどね、登録者数が増えるとやっぱそれだけのね期待に応えることをしないといけないのかなと日々思ってるわけなんですけど、まあでも結果的にはね数にとらわれたらダメだということをね、モットーにして、進んでいってるのでまあ引き続きねこんな感じでやっていこうかなと思います。はい、これは何だ、郵便局、吉備郵便局。まあまあいいとこに来ました。もうちょっとしたら丹羽瀬駅です。はい、というわけで丹羽瀬駅の近くの、交差点まで来ました。だいぶ歩きましたね、ちょっと足が痛いですね。そういう靴じゃないのでサンダルみたいな感じですね。雨の中傘もささずにですけど、まあなんか職質されてもおかしくないんですけどね、全然あのパトカーも通りません。
とこのまま進もうかなと思います。もうでもかなり結構いいペースで、来てます。もうこのままねすんなりいけそうな感じがします。でもちょっとバッテリーがね結構やばいので、今 40% ぐらいなので、はい、ちょっと休憩です。ね、渡辺っていうスーパーマーケットに来ました。外なんですけど、ね、バス停でね、今の時代公衆電話をねこんな街中にあるんですね。だいたいね車で通ることはねあったんですけどね、よく見るとねいろんなね面白いところがあったりしますね。画像ではちょっとね映像ではちょっとお伝えできないところもあるんですけど、結構楽しいですね。はい、はい、トマト銀行の前ですね。この T 字路じゃなくて、なんだろうな、 T 字路でもなくてっていう交番ですね。赤色灯がついてます。ないんかい。よし、庭瀬のねラブホテル街です久米の交差点まで来ました。岡山駅までね、だいたいこの距離だったら1時間ぐらいの距離です。で今の時刻がね、まあ2時半かな、まあ、2時間ぐらいでまあここまで来ました。ちょっとね足が痛いですけど、まあ、頑張っていこうかなと思うんですけど、その前にねちょっと電池がねやばいなということなんですよね。ちょっとね、あともうちょっとやな、まあ、ちょっとで電池バッテリーがやばいので、まあもうこれぐらいで終わっちゃうのかなと思うんですけど、だいぶ来ました。本当にこのままずっと行こうかなと思います。いや本当にねちょっと短時間でしたけど、ありがとうございました。引き続きまたYouTube の方よろしくお願いします。ひたすら歩きます。この先越えたら笹ヶ瀬川で、まあ、ずっと行ったら岡山っていう岡山駅という。よし頑張って歩きます。引き続きよろしくお願いします。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは
裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。